はい、それでは今回はコールオブデューティーブラックオプス2を実況していきたいと思います。コールオブデューティーね、ブラックオプス3の発売というか開発が決まったみたいなので、それを祝してというか、ヌークジャックとですね、でプレイしていきたいと思います。ヌークタウンとハイジャックのステージでいろんなルールを遊んでいくっていう感じですね。で、今回ヌークタウンの、ハードポイント、ハードポイントやるのは初めてかな。動画では配信とかでもね、たまに BO2 やることあるんですけど、そこではねハードポイントは何回かやったことがありますね。よっ、こういう風に陣地いろんなところ、うわー、ここ通るの良くなかったか。陣地がね決められるので、そこを取りに行くっていうルールなんですけれども、よし、ナイス。で、こうやって入るとね、ハードポイントを占領できます。なんであんなとこにいるかなあそこ倒したんじゃなかったのか。あ、危ない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 。よし、コンカッションちゃんと綺麗に入って、あー、ダメだ、今のはちょっと、もうちょっとエイムしながら打ちたかったですね。よっ、うわー、あそこのスナイパーが結構エグいことになってんな。で、ハードポイントはね1分ごとに動いていきます。左上にハードポイント、あれ1分だったかな、もうちょっと長かったかも。こう横から打っていったりするのも大事ですね。あいた、あ、ベティか今の。お、ハードポイント変わりましたね。ここです。お、意外と近いところに来たのでラッキーですね。よし、で、取ってる間ポイントが入っていくっていう感じです。ちょっと上上げてあげるかな。あ、 UAV が、わー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 、横から来てる。で、結構ねこのヌークハイジャックはプレイヤー数が多いので、結構わちゃわちゃとなりやすいですね。うーわ、すごいことなってるけど。よっ、あ、上上上上上一緒に死んじゃった。上から行ってあげないと。マジ？あ、スコーピオンかなんかかな今の。よっ、よし、ハードポイントキルするとちょっとだけポイントが高くもらえます。ハードポイント変わったな今、左の方かな。どっから撃たれるのこれ。あ、ここか、ここに一人いる。うわー、もうめちゃめちゃだな。うーわわわ、 EMP がすごい、これ中に一人いるけど EMP がものすごいな。この中の一人を誰、なぜ誰も殺さないのかという。マジ後ろから来てるの分かったんだけどな、ちょっと無視しちゃった。ちょっとあっちのキャプチャーポイントをキャプチャーしないとダメな気がします。向こうに向かわないと、あそこのラインがちょっと硬いのかな。よっ、よし、抜けた、一歩抜けたけど、よいしょ、コンカッションの中で誰かが食らってるけど、ちょ、中入ろうかな。なんだ今のあんなとこ乗れるの知らなかった。よし、うわー、ナイフ届かなかった。右側かな、あの車のあるところだと思います。うわー、てか EMP がものすごい量が飛んでくるな、本当に永遠と EMP 食らってる気がする。マジ死んでない今の。うわー、助けて。よし、取ってる取ってる。こう領地をねディフェンスするゲームなのでしっかりやっていきたいと思います。よし、ハードポイント入りながらキルすると125点、ハードポイントの近くで敵をキルすると125点という、そんな感じで進んでいってます。ちょっと説明がめちゃめちゃですけど、
あーダメか。これ EMP に対抗するパークなんだったっけな、忘れちゃったな。うわロードスター出てる、やっばこれはやばい。これロードスターだっけ、多分ロードスターとかっていう名前のストリークなんですけど、わーわーわー、そこに一人いる、全然気づかなかった。わあ、えぐいことなってる。これはこれはひどい、負けちゃったか。よしよし、とりあえずちょっとキル取っていくしかない。これもう上に誰かいる、ずっと。おー立ち回りは、わあこれはひどい。めちゃめちゃだな、配色濃厚、めちゃめちゃだエイムする気がないという。とりあえずこれ取ろう、これ取ったらいいから。嘘、適当に撃ちすぎたか。ちょっと何してんの、入り口でなぜ止まるうわー後ろいる、同じ方向見てるのは良くなかったな、ちゃんと違う方向見ないとダメですね、2人以上いるときは。よし、だからこっち見とこうかな。でもあのポイント自体は勝ってるので、うわー EMP やば、すっごいクラクラしますね僕もコンカッション適当に投げてはいますけど、あれ死んでる、マジよっ、あそこどうやって入ろう、ここでちょっと、あー上から見てる、これハードポイント難しいな、普段やらないとかそういう問題でもない気もするけど。よっ後ろから、あーそうですよね、リスが前になってますもんね、あそこから走っていくのは間違ってたか。そろそろハードポイント変わると思うけど、スコアストリークが全く出せてない。結構またロードスター出てる、マジ嘘ロードスターってそんなバンバン出せるっけ、てかロードスターって名前違ったら恥ずかしいからあんまり言わないでおこう。三角のやつ、大丈夫かこれ。あれ今中に誰か入ってた、うわこれどうしようもないな、出れないもんなみんな建物の中にいることを強要されるという、めちゃめちゃだ、あ一応今ハードポイント誰もいなかったけどな今。うわいやお祭り騒ぎだけどボロボロ、結局ボロボロに負けてしまった。ロードスター2回はないな、三角熱、あーあれ結構これ何点選手だっけ、うわわ突っ込みすぎなのかな、ちょっと冷静に戦うってことを、どうにか冷静に戦いたい。でもあそこ行かないとダメだもんな、よっこっから出るのは間違いかさすがにそれはないな、であそこ取りに行こうとしないんだよな、チーム的に前に出ないと良くないのに。うわー頑張って切り込んでいったけど1キルも取れず。250点選手か、それでもタイムアップかな、あ GG これ、もう150点は絶対返せないな、150対230って。
いやー、えぐいことなった、ほんと。うわー、車が助けて助けて助けて、ヘルプヘルプヘルプ明日打ちしちゃった。あー、終わっちゃった。これはボロボロだな。楽勝だぜとかって言われちゃった。確かに。うわー、すごい。2番目の人えぐいスコア出てますね。86キル18ですってはい、ということで、まあ、コールオブデューティーブラックオプス3の、発表を祝った動画はひどい目にあった感じでしたねはい、ということで、コールオブデューティーブラックオプス2、ヌークザ・ジャックをやってみました。あ、やっぱりロードスターか。うん、やっぱり合ってるな。多分読み方合ってるはずです。この三角のやつやばいな。はい、それでは、見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。